はい、ナンバートです。少し前までね、あの LED を使ってたんですけれども、電球が LED の電球がなんか寿命みたいで点滅し始めて、一回パトカーに止められましてね、切れる前に交換しなさいというふうに言われたもんですから、のに変えています。で、最近ね、ヤフーショッピングで LED の、ユニット型のやつを買ったので、それが届いたら交換します。はい、LED のユニットが届きました。メイドインチャイナ。ちょっと開けてみますね。まあ、こんな感じでつけます。これね、どうやっても抜けない。やっぱり外の黒いカバーを取らないと取れないってことですかね。このカバーを外さないとダメみたいですね。このカバー、このカバーを外して、ちょっと暗いな、まあで、これを取ると、ちょっと外しちゃいます。ここのネジと反対側ちょっと隠れてますね。このネジ2本取りました。よし、だいぶガタガタ、ちょっと取れそうな雰囲気、ちょっと取れそうな雰囲気ありますね。真ん中のこのネジも、あれ、このネジも外しました。2つ、ここでとりあえず4個ね、4個外しました。取ったことないんでね、ちょっとどういう風になるのかやってみます。なんかね、この子は引っかかって取れないんですけどね。でも起きて、ね、だいぶ浮きました。まあここまで来れば取れるでしょう。交換するくらいまではなんとか、ちょっととっつりやってみます。隙間から取れました。隙間を開けて取れました。反対側も同じように隙間を作って取っちゃいます、ね、取れました。よーく見ると分かるかな、分かんないか、ピント合わないかな。2020年の3月製ですね。ぼやけちゃうか。2020年の3月、こっちもかな。こっちも2020年の3月製造ですね。こっち純正品、もともとのこれ交換部品ですね。ちょっとつけちゃいます。なんか角度があるのかな。 12V、 こうだろうな、多分上に12って書いてあるし、こうかな。ちょっと上と下が、説明書も何にもないんでね、分かりづらい。ちょっと繋いでみました。結構明るい。上、あれ消えた。上下、あ、消えた。成長、あ、あ、ちょっとここの、何ですか。こっちが接続が甘いですね。なんかすぐ、奥まで入れても、ちょっと取りづらい。軍手取っちゃう。ね、簡単に抜けちゃいます。奥入れても抜けてしまう。さすが中華製、中国製、全然引っかからない。なんとか考えないと。もう一つもそうかな。もう一個もそうですね。全然引っかからない。こっちがあっても引っかからない。
まあ、なんか止めて対処して入れちゃいます。これ上下あるのかな、どう見てもないように感じるけど、こっち側軽い、こっちが軽い、あ、こっちが多少軽いのかな、ちょっとわからないです。着きました。こっちもちゃんと入りましたね。そこのままあとはネジを締めていけば終了。やってきます。あー、こういうことね。そうか、なんか汚れた、新品なのにホコリだらけになっちゃう。ここに入れて、ここにポッチを入れてネジを止めて、でここだ、ここの2つ、ここの2つと、またポッチとネジと、じゃこれ先、こんな感じですね。ちょっとわかった。構造してはもう めちゃくちゃ簡単な構造ですね。それじゃあつけちゃいます。まず一つ、こった、意外と簡単。ただガタガタするのこれ普通なのかな、ちょっと心配ですね。ガタガタしますね。でもう一個、はい、二つつきました。やっぱりこのガタガタ両方気になり、あ、こっちはそうでもないな、気になりますね。ちょっと今度ビバホームか何かに行って、この間にゴムかなんか挟みますか。あとはつけちゃいます。ちょっと一人で撮ってるんでね、作業中は撮れないんですけど、まあ元に、ほぼほぼ元に戻る。あとはこれでネジを締めれば、いい、ネジを締めればいいでしょう。ずいぶん前に買ったゴムシートが、工具箱の中に入ってました。取ったの忘れてましたね。ちょっとこれを使ってちょっとパッキン、薄いからなあ、あんまり意味ないかもしれないですけどね。ちょっと間に挟んでいます。はい、できました。ちょっとね、形悪いですしね、まっすぐじゃないですけどね、まあ、とりあえずこれで、とりあえず挟んでみます。これをもう型にもう一枚別のを作って、両方二つ作っていきます。二枚できました。二枚。これちょっと、ここの間に、ここの間、まあ、これじゃないですけどね、これの間に挟んで、まあ、なんていうんですか、まあ、こんな感じ。こんな感じでやってみようと思います。そうするとガタがなくなるかもしれないですね。これをね、こう入れて、ちょっと片手でやりづらいけど、これで、よしよし、で、これを入れてしまいましょう。ね。そしたら、これを、はめていきます。お、入るか、これダメか。お、お、だいぶいい。ちょっとはみ足んなかったり、ね、隅が足りなかったり、こっち出っ張ったりしてますけど、まあいいでしょう。もう一個入れちゃいます。はい、こっちもつきました。いい、だいぶ型がなくなった。お、いいね、いいですね、いいね、型なくなった。こっちも型なくなった。また後ろからちゃんと入ってない。これをちょっと直します。こっちもちゃんと暗いですけどね、ガタがなくなりました、だいぶね。でピンも出てる、ピンチが爪も出たしね、こっちの爪ね、こっちの爪も出てます ね。完成。あとはプラグ、プラグこいつを入れて、処理して終わりです。これライトつければよかったね。黒のビニールテープで、ビニールテープで止めました。こっちもね、これで抜けないでしょう多分。ちょっと電気つけてみます。お、ついてるついてる、明るい。完成。はい、あとはネジを4つ締めたら
出来上がりでした、ね、こっちもぴったり隙間なく、ちょっとあれまだちょっと浮いてるな、こんなもんか、こっちはぴっちりやな、こっちは浮いてるな、ちょっとなんかいけないかな、なんだろう、もうでも気になるほどじゃないですね、もうちょっと締めてみます。できました。でも元々のこんなね、曇っちゃってますけどね、これってもともとこういう色なのかな、透明なのかな、それともあれなんですかね、透明なのか、それとも経年劣化で曇っちゃってるのか、うん、どっちなんだろう、まあ、とりあえず完成です。ちょっと電気つけてみます。ついてるついてる、これが明るいのかな、ちょっとあとは夜検証してみます。まあいいですね、明るい明るい、結構明るい、こんな感じで。